はい、皆さんこんにちは、ノアミュージックスクールサックス科講師の岡田です。今日はいろいろと、サックスの基礎練習などなど使えるやつ、持ってきましたので一緒にやってみましょう。さて、ではまず今日はというか今回はですね、今回は、G メジャースケールを練習してみよう。 G メジャースケール、G、ソの音です。ソーラシドレミファソで、ファニシャープ、まあ、よく、ジャズとかでも使われるメジャーな、キーなんですけれども、この G メジャースケールをいろいろと、アレンジして、使えるやつという風な感じでやってみましょう。ではまず最初に、定番的な練習ですね、ソラシドレミファソ、まずは、メトロノームに合わせて、やってみます。メトロノーム、今回テンポ100です。これが G メジャースケールなんですが、これだけではやっぱりまだまだ曲として使えるっていう風にはなりません。じゃあここからいろいろとやってみますが、まず最初に早く、8分音符でやってみましょう。もう一回いきます。1、2、3。基本の練習方法なんですけれども、ではそこからちょっと難しくします。今拍の表からいわゆるメトロノームのちょうど、ジャストから始めたんですけど、ではこれを裏から始める、いわゆる8分9分を入れてからちょっと吹くようにしてみます。1、2、3。もう一回いきます。1、2、3。この、8分音符、表から始める、裏から始めるだけでも全然、変わってくると思いますので、ぜひこれをやってみてください。 G メジャースケール第1弾でした。